これ引っ張っていいかな。お。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所。探索です。今回はデアゴスティーニさんのスターウォーズスターシップ&ビークルコレクションを紹介します。こちらはまだ試験販売で地域限定の販売となっております。こちらの1号創刊号なんですけど、広島のいい加藤さんがプレゼントしてくれました。ありがとうございます。隔週間ということで2週間に1回のペースで集めるコレクションとなっています。スターウォーズの世界をダイキャストモデルで完全再現、そして創刊号はミレニアムファルコンとなっています。厚みはこれぐらいでかなり重たい創刊号となっております。創刊号は990円で2021年の10月12日に発売となっています。じゃん、紹介していきます。こちらのスターウォーズスターシップ&ビークルコレクションは、まずはコレクションとそれからクルーたちの横顔ということで、映画に出てくる人たちが一人ずつずっと紹介されるみたいです。それからスターシップ&ビークル、スターシップっていうのは、星、宇宙のシップ、乗り物、宇宙船&ビークルは乗り物っていう意味なので、宇宙船とか乗り物のストーリーで、今回はミレニアムファルコンの、こちらのミレニアムファルコンのなんか生い立ちだったりとか、どういう戦闘をしたかとか、どういう装備があるとか、なんかいろんな紹介が書いてあります。マガジンはそんな感じで構成されています。そしてすべてですねダイキャストで作られているので、全部ね重たくてしっかりしたなんかおもちゃっていう感じではない、もうすごいしっかりしたものとなっています。はい、スターウォーズの銀河へようこそということで、遠い昔遥か彼方の銀河系の船っていうオープニングからいつも始まりますね。世代を超えて愛された壮大なスターウォーズの物語。スターウォーズは宇宙船とその船長たちが物語の中心になっちゃって、宇宙で繰り広げられる光と闇の世界を鮮やかに描いた作品となっています。完璧な宇宙艦隊。本シリーズではスターデストロイヤーや複数の戦艦などの大型軍用船にスターファイターや爆撃機、さらに貨物船や輸送機、シャトル機に加えて地上や危険地帯で活動するスターシップやビークルを紹介します。スターウォーズクローンウォーズに登場する戦車や輸送機からランドスピーダーやスピーダーバイクといったリパルサーリフトを搭載したビークルも必見です。そして全60モデルとなっています。全60回まであります。すべてね金属製のダイキャストで、細部まで精密なミニチュアなんだそうです。スケールは何分の何とかはね書いてないので、いろいろなのかな。 AT-AT ウォーカー、スノースピーダー、ケタンナ、砂漠の時いましたね、レーザークレスト、ボバフェットの宇宙船で、マガジンの構成はさっき言ったけど、このコレクションについての説明、それからクルーたちの詳しい説明、それからこの船のストーリーガイド、図解ガイドとかをすごいしっかり書いてあるみたいです。そして2号は対アドバンス、
最アドバンスと ×1 初期プロトタイプ2号はこれになってます。クルーたちの横顔はダースベイダーになっている。はい、第3号は X ウィングスターファイターブラック1。今作っちゃう X ウィングとはちょっと色が違うんですけど形は一緒ですね。それから第4号はデストロイヤー、インペリアルスターデストロイヤーの船になっています。そしてお値段は、総額は総刊号が990円、2から60号が2990円の176,410円で、総刊号と合わせると177,400円で全て揃うようになっています。1号分が2990円というのは、まあ、結構高いですね。今まで1990円とかだったんですけどプラス1,000円。はい、そして定期購読すると読者全員プレゼントとして第1弾創刊号から30号までの購読で例のスピーダー、砂漠で出てくる乗り物ですね。そして第2弾は、31号から60号を購読すると X34 ランドスピーダーがもらえます。それから専用の特製マガジンケースもあります。例が操縦して惑星ジャクーの砂漠を移動したバイク、必要な道具を積んで偵察に出発。はい、じゃあちょっと中身を見てみましょう。じゃん、おお、結構大きめですね。そしてこれが台座になっています。開けてみよう。でこの動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。そして、創刊号アシェットさんやデアゴスティーニさんの創刊号はすべて、創刊号の再生リストがありますので、もし全国販売とか試験販売とか、創刊号を見たい方はぜひいろんな創刊号を作ってますので見てください。かっこいい箱に入ってますね。ちゃんとこんな感じでスターウォーズっぽいパッケージになっています。コレクターズエディションって書いてある。じゃじゃーん、あ、この箱もかっこいいね。ほらほら、じゃじゃーん、ちょっと待って、どうやって、うわ、すごい硬いな。そりゃそうかもしれんけど、待ってよ。これとこれがついちゃって、こうね、台座になるんですね。ちょっとこれ引っ張っていいかな。お、出てきた。お、重い。これは重たい。すごいしっかりしている。こんな感じの金属でできています。めっちゃ細かいね。うわー、これすごい。60個も揃ったらすごいですね。じゃあちょっとここに、こんな軽いのに乗せれるんかな。こっち向きでいいかな。できた。まあ、模型を作るというよりは、今回はこれはコレクションです。そしてこちらの、ミレニアムファルコンについての解説がすごい詳しく載っていて、まずここが換気扇用のノズルです。6個あるね。それから、ここからレーザーキャノン、これで攻撃します。でここにハッチがあります。出入り口ね、ここ出入りしましたよね。それからここに補助の船があるらしい、補助艇で、ここがコックピットになってます。ここで運転します。
ミレニアムファルコンの始まりについてはあんまり知られてなくって、もともとランド・カルリジアンと副操縦士の L3-37 がアラバスター色の合金で覆って細部をブルーで配色して、そんな感じで乗ってた船らしいです。で、最高速度は大気圏内で時速1200キロ出すことができます。ガラクタの塊と言われていたんですけど、ものすごくスターウォーズでは活躍して貢献した船です。それでこの大きなアンテナはハンソロが作ったレクテナっていうアンテナなんだそうです。この後ろのこのピカピカの緑色、青、このチェックになってるところはサブライトエンジンなんだって。なんか最初はこんなかっこいい船だったんだけど、時速1200キロで走ってたすごいかっこいい船だったんだけど、まあ何年も経ってハンソロが改造したりしてこんなボロボロのガラクタみたいな船になったっていう話だ。もうちょっと分かんなかった。で、その時この状態の時の時速は時速1050キロだそうです。ちょっと落ちたね。だけど武器がめっちゃいっぱい増えました。それで、これに乗ってるハンソロの話もたくさん書いてありました。はい、あんまり喋ると著作権に引っかかりそうなのでこれぐらいにしておきます。これがスターウォーズスターシップ&ビークルコレクションの創刊号の紹介でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。探索はアシェットさんやデアゴさんのいろんな創刊号を作ってますので、また創刊号リストもぜひ見てみてください。そして探索では模型作りの他にしょっちゅう生配信もしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら重たい力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。